ドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。どうもサンドウィッチマンだってです。富澤です。始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった。この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。お願いします。797は数字でございます。はい。さて、うん、もう8月終わりですか。終わりですか。もう9月だ。あっちゅう間ですね。今年ももうなんか3ヶ月ぐらいでね。8、9今年も終わりっていう。9、10、11、124ヶ月。猛烈な速さですね。猛烈な速いね。まあでも、うん、今年はね、はい、仙台育英が、あ、そうか、甲子園で優勝しました、ね。そうですね。もうちょっと前の話になりますけどもね、1週間ぐらい前なのか。よかったね、仙台育英優勝して。すごかったね。ね、うん、やっぱ強かったんだね。と、うん、いうことはよ、うん、柴田高校も強いし。なん宮城県の1回戦育英結構苦戦してたからね、柴田高校にね。いい勝負してましたよね。いい勝負してて、うん、あと清和とかね。ああ、そうだね。この辺も、うん、まあ比較的いい勝負してましたからね、うん。全体のレベルが上がってるんだろうね。そうでしょうね。うん。清和なんて、だって僕らの頃女子校でしたから。そう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 。力入れ出したらね、あっという間に。強くなりそうですけどね。なんかね、いろいろ入りたい人もいるし、だから仙台育英入りたいっていう人が増えるでしょうし、うん、野球やってる人もね。ね。で、ますます仙台商業が甲子園に行けなくなるんじゃないですか。頑張れ仙台商業になりますよ。いよいよ、ね、ますますですよ。そうですね。まあ、だから、いい相乗効果になるんでしょうね、そういうの。なんかでも、よかったな、うん、育英がさ、またいいなと思ったのは、うん、ちゃんと陸路で白河の関を越えるっていうね、うん、あの新幹線で。うん、面白いのは、その白河の関を新幹線が越えるところを、うん、在線局はヘリで中継してるんだよね。そうなんだ。今、白河の関を越えましたっていうね。ああ、ヘリ出した。なんか、もう、まあ要するに福島県に入りましたっていうことなんですけど、うん、いや、だから本当にそれぐらいのことなんだな。うん、なんかいろんな人が、ニュースになってましたけど、うん、もう昔はね、30年前とかだとさ、うんうん、抽選会で、うん、東北のチームと当たると、うん、相手側は、やったーって喜ぶっていうのがもう常でさ、うん、やったー !1 回戦突破だみたいな、うん。で、東北のチームはみんなシーンとしてる。ちょっと舐められる、ね。舐められてるっていうか、うん、そういう状況だったんですけども、うん、この数年、この10年、20年の間にね、うん、もうベスト8、ベスト4、準決勝、決勝と、うん、もうポン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 行くわけですよ、うん。これはやっぱりね、東北の球界が、もう、強くなってるんだ、要するに。これ、だから昔ってね、特に、その、冬場はちょっと練習しづらいみたいな雪もあったりね。練習期間が他県より短い。短いとかね。もあるけど、うん、この温暖化というか、うん、暑くなったことによって、うん、そういう時間も長くなってる可能性はあるよね。まあまあ、それもあるだろうね。うん。うん。そうすると、ダメなことだけじゃないみたいなことなんのかな。可能性はあるのかなってちょっと思いましたよね。うん。年々暑くなるにつれ。いやー、なんか、感慨深かったけどね。ね、100年以上かかりましたからね。そうそうそう。やっぱ仙台育英の須江監督のね、試合後の甲子園球場でのインタビューがね、またすごく上手くてさ、うん、なんかちょっと感動しちゃったよね、須江さんの。青春時代は密なんだ、ね。そうそうそう。まあ本当そうじゃん。俺らの頃の高校時代とか生活は全然違うわけで、うん、何やっても怒られる。うん、でも、もしコロナに感染したら試合できない。うんとかさ、うん、自宅療養しなくちゃいけないとか、うん、そういうチームもいっぱいあった中で、うん、あの部員の数で感染者を出さずに決勝まで乗り越えたっていうのは、そういう意味でもすごい体制をね、すごい整えてたんだろうなと思いますよ。結構逆境の中ですからね。うん、面白かったのは、なんかいろんな人がまあ育英の優勝に関してメッセージくれてたじゃない。うん、で松坂さんとかね、松坂大輔さん、うん、
中学の時育英から誘われてたとかね。ね。あれ面白かったね。そうなんだっていうね。うん、知らなかったですね。ね、吉田輝星投手なんかは、優勝するんだったら育英だと思ってましたみたいなね。うん、やっぱ中学時代は育英憧れでしたからとか言って。だから誘ってはいるんですよね。まあきっとね。人だからやっぱ東北のチームじゃちょっとなっていうイメージが今まであったから、これからだからバンバン入ってくる。入ってくるんじゃないかな。間違ってこう仙台商業入ったりしないのかね。その間違いはないだろうけど。まあでも育英もほら最近だ東北の人間でなんとかこうチームを作って、全国にっていうのも多少あるのかな。宮城県の中学生がほとんどだったからね。じゃあ東北の人だと東北のチームに割と宮城の人が福島のチーム行ってたりとかもあるでしょうからね。より応援するというか。そうなんだよね。どこが行っても。だから、聖光学院に宮城出身がいたりとか、育英に福島出身の人がいたりとか、西牧とかね、昔、育英から楽天来て、今ロッテにいるけど、西牧選手なんか福島の人だからね。で、育英キャプテンかな。そうなんだよな。いや、よかったな、本当に。それについて結構メールも来てまして、そう。つばめ系男子さん。はい、どうも。伊達さん、富澤さん、こんばんは。仙台育英野球部の皆さん、優勝おめでとうございます。はい、ついに深紅の優勝旗が東北にやってくるんですね。そうね。多分ラグビーのニールソンも喜んでいることでしょう。よくわかりませんが。ラグビー部、仙台育英のラグビー部の監督ですね。何よりも仙台育英で一塁を守っていた岩崎選手が、はい、昨年3つの病気にかかったところから復帰し、宮城大会ではベンチから外れるも、全国大会の決勝で満塁ホームランを打ち、9回を持って最後の3アウト目をファーストミットに収めてウィニングボールを掴むというドラマが生まれたことです。確かにね。2年生の投手が多かったので来年さらに強くなって連覇してほしい。あのボール、高めのね、内角高めの、あれは見逃したボールですよ。あれを、レフトスタンド運ぶんだってなると、もうピッチャーは、あれで入るんだっていうか。投げるとこないよ、ね。あれ打たれたらもう、みたいなところですよね。結構打った瞬間でしたもん、ね。そう。でもね、あのボールも見逃したら押し出しなんですよ、ただ。確か。もうフルカウントからぐらいの、あれだったから。でもそれを打ちましたね、彼は。なんか若干狙ってたのかな、みたいなところもありましたけどね。思いっきりとにかくね、引っ叩くっていうね。俺なんとかさ、末さんと連絡取りたいなと思ってて。監督の？末監督と。あの人の、モットーっていうか、自分の中での教訓が、人生を敗者復活の。そう。あの人どういう人なんですか？ああいう人です。違う経歴というか。埼玉出身なんだけど、で、育英で、レギュラーになれず。ああ、野球部だったんだ。野球部。で、学生コーチだった。そう。各年、1年、2年、3年生の中で、1人、選手を辞めて、学生コーチにならなくちゃいけない人を1人選ぶ。そうなの？そう。それで、誰も手を挙げなくて、それそうじゃみんな選手になりたい。ね、もちろん。そこで、涙流しながら、もう誰もいないやったら俺がやるっつって、末さんが手を挙げたっていう。で、そこから八戸大学行ってんだよね。で、そこでもずっと学生コーチで。野球は好きだけど、上手い奴らがやっぱ多いから、その選手としては諦めて。自分は裏に回ろう。そう。で、そこで、楽天の青山さんと同級の。ピッチャーね。そう。で、そこから中学、育英の中学の野球部の監督になって、それは軟式なんだけど、それ全国制覇して。なんかすごいね、その、まあ、ホームラン打った選手抱きしめたりして、なんか愛のある、愛はあるね。だなと思って見てましたけど。甲子園の1回戦でも、全員出したからね、選手ね。ああいうのもちょっと。ね、オレンジの時計つけたり。そう、南高校ね。もう少しなんか赤もなんか欲しかった、ね。選手の赤をね。それも、あったら言えるんじゃないですか。まあまあ、なんかの機会で。いけそうな気はしますけどね。なんかなぁ。ボンヤレーヌとかで行ったらいいんじゃないですか。高野連的にどうなのか分かんないけど。監督もダメなの？分かんない。なんか、まあ、選手はその無理でしょうけど、ちょっと優勝旗見せてもらえませんかみたいな。それはいけんじゃない？ね。
それをだから超高層がちゃんと考えてるけど、ね、その育英の野球部が食べよく食べるつけ麺屋さんとかあるらしいね、近くに。でそこは育英の野球部 OB がやってて、うん、なんかそういうとこをさ巡る企画をやりたい、ね、まあ、ちょっとあってもいいのかもしれないですね、うん、ハットトリックスさん、はい、このメールを書いた日に嬉しいニュースが飛び込んできました、うん、それは仙台育英が甲子園優勝というおめでたいニュース、はい、サンドウィッチマンさんも地元宮城が東部勢初の優勝ということで思わずメールを送りました、うん、毎年思いますが、やっぱり高校球児はかっこいいです ね。私の地元岐阜県の代表の県立岐阜商業は、うん、コロナ感染の影響で10人のメンバーを入れ替えて出場という異例の事態でしたが、うん、最後まで戦い抜いてくれました、うん、結果的には初戦敗退でしたが、球児たちの活躍は確実にみんなに元気を与える姿だったと思います、うん、そんな高校球児の未来は明るいはず、すべての高校球児お疲れ様でした、うん、いや本当だな、なんかこう久々にアルプスもいっぱい人入れて、うん、甲子園もね、ブラバンが来たりとか、うん、楽しかったね。でまた仙台駅の様子がね、写真で出てましたけど、すごい人でね、凱旋ね、うん、あの育英がみんな帰ってきて、そう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 、あれ翌日帰ってくるんだな、なんか USJ とか行ったらよ結構すぐ帰ってくる、ね、すぐ帰ってきたら、うん、少し一日遊ぶみたいなのやればいいのな、ないんだね、うん、だけど早いね、あの仙台育英学園優勝おめでとうございますっていうさ、うん、もう看板っていうの、あの布の旗みたいなでっかい、うん、そういうのも用意したんで、もう翌日だぜあれ、もう作ってたんだべな、うん、すごい ね、うん、何回とかで作るのかないやもうだから決勝行った時点で、時点で作るのかな、それは作るでしょ、あそう、どっちからなんだから決勝行った時点なのかな、時点じゃん、だから使われないそういう旗っていっぱいあるんだろうなと。ああ、それちょっと面白いね。うん。切ないけどね。うん。だってそうじゃん。ビールかけのビールとかだって。あ、そっか。プロ野球で。すげえ用意してるんですもんね。うん。挑戦者藤村さん。はい。久々の投稿です。はい。こんにちは。こんにちは。仙台育英高校の甲子園大会優勝、本当に嬉しい限りです、うん。呪縛とされてきた白川の席をついに超えて、うん、東北の地に参加の優勝旗がたどり着きますね、はい、呪縛で思い出すのが、ラクパでの呪縛とされてきたファンキー加藤さんとサンドウィッチマンのお二人さん、まあ共に今年その呪縛が解けましたね、解けましたよ、これは楽天もイケイケどんどんで続くしかないでしょうね、うん、マークもね、なんかインタビューで言ってましたけど、そうね、育英で盛り上がってますね、うん、広いインタビューもねっていう、うんうん、ただあの優勝してすぐの試合で則本がね、うん、炎上するっていう。そんな。あの、打たれまくってね。うん、しょうがない、これ。エース頑張れっていうね、ところですよ。うん、サンドウィッチマンの皆々様、はい、札幌在住ダル社長です。どうも。夏の甲子園仙台育英優勝しましたね、うん。私は北海道勢が敗退後はサンドさんご出身の東北勢を応援していました。ああ140キロ投手が10人いるなんてすごいですね。すごいよ。決勝戦後の監督さんのインタビューは感動しました、うん、自分たちのことだけではなく全高校球児に向けた熱いコメント素晴らしかったですね、うん、今2歳の我が家のチビダルにもやりがいのある夢中になれる何かを見つけて成長してほしいと思います、うん、北海道公演まで1ヶ月少し楽しみです、サンドイッチマン最高という、ありがとうございます、ね、お店やってる方はな、北海道で正監督すげえな、やっぱな、うん、あの人の元で野球やりたいってちょっと思うよね、あれ見ちゃったら、ね、来るんじゃない、うん、でも須江監督ってあの大阪桐蔭を目標にしてた監督だから、目標を倒すってこと、大阪桐蔭もそうだね、うちのチームが強くなって大阪桐蔭、うん、野党大阪桐蔭っていうのかな、言ってましたね、そうずっとやってたからね、うん、140キロ投手が10人いる、すごいよ100あのスピードガンの140キロ超えるやつは12人いるらしいからね、そりゃ強いよね、すごいよね、だけど本当にもう甲子園レベルになるとさ、スピード感出るじゃん、うん、140キロザラね、もうみんな出てるもんね、すごいね、うん、本当に本当すごい、高校生はね、もうそんな投げれるんだっていう、すごいね、思考日本史さん、はい、サンドの2人こんばんは、
今日8月22日、仙台育英が甲子園優勝ということでしたが、うん、東北勢初の優勝というのは初めて知りました。ああ、そうなんだ。宮城県といえば仙台育英か東北高校が甲子園に多く出場していますが、うん、どちらも全国屈指の強豪というイメージがあって、はい、過去に優勝していてもおかしくないなと思いました。いや、そうなんだよ、実際は。決勝まではね、ちょいちょい行けるんですよ。ダルビッシュとかね。うん、8年前の大阪桐蔭対三重高校の決勝の時、うん、地元の高校は優勝する瞬間を見られるかと思いましたが、残念ながら1点差で敗れてしまいました、うん、この年は大阪桐蔭が優勝候補筆頭ということもあって、うん、三重高校のことはメディアであまり話されなかった感じがあって残念でしたが、うん、地元では三重高校の活躍に沸いていました、うん、三重県勢は私の母校である県立四日市高校が初優勝したのは昭和30年のこと、うん、祖父母に聞いた話では決勝戦の翌日に四日市市を挙げての大パレードが行われたそうです。ああ、そうなんだ。また同じ年の国体でも優勝して全国に名を知らしめたとか、はい、自分が高1の時創立100周年記念公演で当時の野球部の方々からいろいろな話を聞くことができました、うん、自分が生きてるうちに三重県勢が優勝する瞬間を見たいですね、うん、長文失礼しました。なるほどね。大パレードとかやんのかな。やってほしいけどね。やんないとだけどね。なんかなんかな、うん、そこはね、そんなにできることじゃないし。そうそうそう、うん、ぜひやってほしい ね、 ね、計画出てんのかな。いや、出てんじゃないですか、さすがに。出てるか、うん、早くやった方がいいよね、熱が冷めないしね。まあでも夏休みもね、全部返上してやってきたわけですから。そうだな、うん、そうだ、夏休みがないのか、国旗。そうでしょ、だってそういうことでしょ。そうだね、そのブラバンにしてもそうですけど、少し休ませてほしい ね、 ね、うん。マミさん、はい、単独ツアー楽しみです。場所はよくぞここを選んでくれてありがとうと思う地域です、うん、伊達さんだから来てくれるんですよね、うん、個人的には時間オーバー嬉しいです。だって2時間なんてあっという間じゃないですか、うん、これから本番っていう時間帯ですもん。グッズも楽しみです。できれば毎年来てほしいです、うん、どこか分かりますよね、伊達さんって。いや、どこなんですか。どこだろう。そう、北方かも。あ、そういうとこかな。ラーメン、うん、伊達さんだから来てくれるんですよ。いや、もう今年はね、ないですよ、多分3時間とかっていうところは。うん、ちょっともう会場も使えないし、うん、ね、2時間限度でやりたいと思いますよ。うん、いい加減ね、こっちもしんどいんでね。うん、伊達ちゃんとみこんばんは。いつも YouTube で拝聴してます、はい。ありがとうございます。8月17日の病院ラジオを見てすぐにこのメールを書きました。うん、今回の病院ラジオは認知症の方や麻痺の方、難病の方が出演されていました。うん、特に認知症の方を見ていると、うちの母と同じくらいの年だったりして、いつかこんな風になるかもしれないと思って涙が出ました、うん。私はこの支えている家族のように優しくしてあげられるだろうか、うん、辛い思いを飲み込んで寄り添えるだろうかと、うん。病院ラジオはいつも学びになっています。はい、泣きながら心が洗われる気がします、うん。伊達ちゃんのチャック開いてた事件を笑わせていただきましたよ。うん、トミーのツッコミは本当に好きです、うん、いつもこの番組を楽しみにしているので、これからも続けていってください。お願いします。いつかライブに当たる日を夢見ている人影でした、うん、ありがとうございます。そうだ、ね、チャックのくだり使われます。疲れてたね、病院ラジオ、うん、うーん、やっぱりね、俺一人多いかなと思ったね。あ、もっとさ、俺たちはさ、うん、本当9時ぐらいから朝、うんうん、夕方5時ぐらいまでずっとやってるわけじゃん、あれ。一人1時間ぐらい聞いてますからね。聞いてるよね。で、もっとその、一人一人、濃い話っていうか、いろいろ聞いてる中で、うん、まあ、そこにいる人たちとか、病院内で聞いてる人たちしかわからないんでしょうけど、ああ、もっといい話あったのになっていうのは、毎回思うんだよね。なんか意外と自分が刺さったとこが使われなかったりすることありますよね。うん、まあ、わかるよ。もちろん、いろんな人の話を。うん、ね、使いたいと思う。限られた時間ですから。そう。もう少しじっくり聞いてもいいのかなっていうのはあるな。うん。でも希望としては一人少なくていいから、一人一人を濃くっていうふうに、まあ話聞いてるとこっちはね、思っちゃいますけど。それでも思うんだろうな、もしかしたら。もっとあったのになっていうのね。なんだったら一人でもいいぐらいの。それぐらいの。内容ですからね。お相手の方もいるからね。うん。病院ラジオ、まあまあ、見たことない方はぜひ。すごくいい番組です。でも本当になんか誰にでもあり得ることだから、そうなんだよ、ね、自分がそうなったらどうしようかなっていう見方だったり、同じ状況の人たちもいるでしょうから、
あ、こういう方もいるんだなとか。うん、なんかヒントになるかもしれないですね。こうすればいいのかっていうね。うん、めちゃくちゃいい番組ですね。これ続けたいと思います。あせっかき野郎さん、うん、先日のアメトークグルメ漫画サミット拝見しました、はい、皆さん読んだことのあるグルメ漫画を紹介されていましたが、うん、そこで紹介されなかったもので、うん、おすすめの漫画がありますんで、うん、ご紹介させてください。何でしょう。信長のシェフ。おお、信長のシェフ、ね、聞いたことあります。知ってる、うん、シェフである主人公が戦国時代にタイムスリップしてしまい、うん、自分の名前や過去のことは思い出せないんですが、うん、料理の知識だけは覚えており、うん、この時代にはない料理を今日のかな、うん、京都で売り出し、はい、評判になってるのを信長が聞きつけ、うん、自身の料理頭として取り立て、うん、信長のシェフとして使えるという内容です、はい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 、もしよければ読んでみてください、うん、キスマイのたまちゃん主演でドラマ化もされていますので、うん、そちらも合わせてご覧になってみてください。信長のシェフ、うん、もうすぐ単独始まりますね、うん、自分は大船渡公園にお邪魔させていただく。あ、ありがとうございます。ですって、ね、信長のシェフ、ぜひぜひ。これ面白いですか。なんか俺漫画で見てる気がする。なんかね、うん、あ、たまちゃんだっけか、あれドラマやってる。たま森くんね、キスマイの。ちょっともう一回見てみたいと思います、ね、はい。ラジオネーム五本毛メガネさん、うん、いつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。仕事のお盆休みの最終日にグレープカンパニーのゴルフ部の動画が上がっていて、早速チェックしました。伊達さん富所チームと雷チームで、チームのお二人のどちらか良い方のショットを採用するチーム戦でしたが、はいはい、2番ホールで伊達さんが池に入れたりと、うん、富所さんへの鼻の持たせっぷりがすごい、さすがと感動しました。いや違う、俺ができなかった。富所さんはこの動画きっかけでゴルフ番組のオファーが来て、月給18万がもっと上がって、ゴルフクラブ自前のが買えるといいですね第2回も楽しみにしています。はい、うん、ずっとレンタルですか。あいつレンタルで100切るって言ってますからね。な、うまいんですか。あれ言われてない？クラスくださいって。言われてないです。あ、言われてない？うん。あれ言ったんだけどな。もらえて。富田に言ったらくれんじゃん、あいつ。もう絶対やんないやつだから。言われればね、考えますけど。ね、言ってないか。うん。くれるかなーってでも言ってたけど。うん、泉区ゆきららさん、はい、伊達ちゃんとみこんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。お二人の活躍をテレビラジオブログにて応援させていただいてます、はい、今流行りの SNS をやらないお二人なので、唯一のブログアメブロは更新されるとメールでお知らせが来る設定にしています。最近トミーのブログが更新されないなと確認したら7月18日で止まっていました、うん、しかもその前の投稿の時にガラケーで更新できなくなったので、しばらく苦戦しながら、更新になると思いますと投稿していました、うん、そして更新が途絶えてしまい、苦戦してるんでしょうか。現状確認させていただきたくメールしました。ご回答お願いします、うん、あの単独のネタ書いてるんで、うん、ちょっとブログはおざなりになってますね。なんか昔毎日書いてたけど、でも俺らもね、毎日のようにね、うわ忘れ、すっかり忘れ、書く気はあるんですけどネタ先作んなきゃいけないんで、ちょっと結構時間かかるしな。そう、そんでまたスマホになっちゃったんで、うんと思いながら、うん、まああの仙台育英の優勝の時は更新しましたけど、うん、ちょっとあまり時間がなくてね、これから更新していきたいなと思ってますけども、ね、夜中だな、うん、俺は夜中だいたい書くのは、うん、なかなかね、うん、スケジュールもなかなか入ってて、ネタも書いてってなるとブログに費やす時間があまりなくなってしまいます。何書いたらいいか分かんなかった最近、ね、あのツイッターとかはもう一言とかでやってんじゃないですかね、うんうん、だからやる人も多いのかもしれないけど、ね、うん、なんかね、写真もなんかないとあれだなとか、あ、そうそうそう、いろいろ考えちゃいますね、うんうん、だからお前の写真撮るんだけど何もないとき何にもないとき、ね、うん、伊達みきおの皆様、富澤たけしの皆様、サンドイッチマンの皆様、こんにちは。こんにちは、いつも YouTube で横浜から聞いています。横浜からありがとうございます。初めてメールいたします、うん、あちらの番組の2時ですのコーナーが大人気のようですので、あ、こちらに投稿します。なんでだよ。征夷大将軍、羽賀健二です。あっちに送ってください。いやいや、こっちに送られても2時ですって言わないんで、ね。日本放送ラジオショーね。うん、
征夷大将なんなんだ虹ですのコーナーって。懐かしいな、征夷大将。懐かしいね。もう20代ぐらいの頃の、仙台にいたぐらいの頃の、わかんないでしょ、ね、毎日仕事終えて帰ってくると、うん、加賀健二さんの話題ばっかりやってた時期がありますからね。下笠さん、はい、サンダルの皆様方こんにちは。じゃあ私はこの前日光から仙台へ旅行へ行きました。日光から仙台、うん、はいはい、そのことをお伝えします、うん、仙台旅行を検討の皆さんも参考にしてください、はい、日光から東北自動車道を3時間走り、うん、定規祭お行ったの。伊達さん激推しの定規豆腐店の油揚げを食べようと向かうと、目に飛び込んできたのは臨時休業の文字。なんてこった、そうだったんだ、マジか。気を取り直して、うん、青葉城跡へと向かう、うん、伊達政宗像が工事で見れず、クソーと思いつつ。今そうですね、地震でね、うん。牛タンを食べようとチェックしてた店への経路を調べると、うん、定休日の文字が。マジか。いやいや、下調べちゃんとしないと。仙台駅の牛タン通りで食べようと、青葉通りを走行中に突如降り出す大雨。うん、割り込んでくるタクシーにボクシー、うん、そして一向に開かない駐車場に一向に見つからない牛タン通り。やっと見つけて食べた牛タンは美味しかった。あ、よかった。なかなか牛タン通り確かにイメージと違う感じ。仙台駅の？じゃないですか。ああ、寿司通り、牛タン通りね。うん。ああ、そっか、まあ駅な。もうなんだろう、商店街にあんのかなみたいな聞いたらね、うん、牛タン通りだけどね。駅の牛タン通り、寿司通り、まあ美味しい、もちろん美味しいんだけど、うん、すごいもう行列が。ね、次の日、うん、まずは松島へ、はい、穴場展望台から望む晴天の松島、綺麗すぎて5分くらいぼーっと見とれていました。あ、素晴らしい。しかし、しかし歩き回って見つけた3台の自販機すべ、うん、て補充中、猛暑の中仙台メーカーの青い袋を引きずりながら車へ、うん、その後定規さんの油揚げを食す。あ、行けたんだ。あ、行ったんだ、またすげえな。舌が取れるほどのうまさ。ああ、よかったね。帰りは、常磐道経由で、日光へ帰宅、うん。放射能測定器が道路沿いにあるのが印象深かったです。ああ、まだありますからね。結果、仙台旅最高でした。また行きます。PS、はい。仙台人、森っていう感、森っていう言葉を店名とかに使いすぎ。ああ、森の都の森か。あるか。俺はなんか伊達っていう方が多い気がします。伊達は使うね。あ、でも森も使うな、森のカフェとか、森、仙台森のホテルとかね。そういうイメージ、ね。まあちょっと代名詞みたいなとこあるから、うんうん。これはなかなかちゃんとした調べしないと。そうだね、定休日とかは。こうなっちゃいますよね。臨時休業はちょっと。しょうがない。しょうがないよな。でもあそこまで行って臨時休業はなかなか。きついですね。きついの、ね。どうなんでしょうね。まあ大変だけど、電話一本入れてね。まあまあ。確認はした方がいいのかな、行く前に。決められてるんであればね、その方が良かったから。一日目きつかったな、それな。雨降るし。ね、泊まったんだね。どこで泊まったんだろうね。それ気になるな。書いてないけど、まあ、松島行って、そっから定規さん。うん。いや、結構な距離よ。での、暑い中、自販機が補充中で飲めず。まあ、みんな買ったからなくなったんだろうな。まあでも最高でしたっていうことだったね。まあ、よかったですね。よかったです。常磐道から日光に帰るのはなかなか大変だっただろうな。常磐道途中から栃木方面に行く北関東道っていうのかな、うん、あるんだけど、うん、にしても遠いな、結構。3時間。3時間かかるだろうね。うん、へぇ、そうなんだ、うん。いや、でも嬉しいね、そうやって来てくれて。ねえ、定規さんだいぶいろんな人行ってくれてるんで、ね。いやー、ありがたいですよ。嬉しいですよ。美味しい油揚げをぜひ食べに行ってください、またね。はい。はい。ということで今日はこれぐらいでしょうか。はい。はい。はい、また来週でございます。さよなら。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオやらず。